ということで、一応この定理をですね、定理とその計算法を理解する一つの、手がかりとしまして、実際にちょっと例題をやってみましょう。で、テキストにあります問題3.59というのを取り上げております。で、一部解題したというふうにありますけれども、問題3.59はどういう問題かというと、これは全部整数間で考えるんですが、A という整数がありますと。で、A という整数は、5で割ると余りは2で、で、6で割ると余りは3で、で、7で割ると余りは5ですと。で、こういう性質を満たす整数 A で、今回はそのテキストからちょっと変えたのは、比較かつ最小のものを求めてみましょうということです。他にも条件を設けないと、こう、まあ、えーと、い、まあ、えーと、これなんだ、えーと、法の 5×6×7 を法とするいろんな個数の解が出てきますから、とりあえず、比較かつ最小のものを求めるということにして、解を一つ求めるということにしたいと思います。で、これは、先ほどのその中国十三法の定理においてですね、法の方ですね、N1 が5、N2 が6、N3 が7、それから剰余の方の、A1 が2、A2 が3、A3、A3 が5という条件に対して、先ほどの定理の中でできた E1、E2、E3 というのを求めて、で、その上で、今回条件、解の条件は比較かつ最小のものですので、今回は N1、N2、N3 の積である、210未満になるような、そういう A を求めましょうというのが、今回取っべき今回の目標ですね。で、そこで、まずその条件を満たす E1 から順番に計算していきます。で、N、先ほどですね、項の積、全部の積が210っていうことでしたので、で、今 N1 が5ですかね。N1 が5ですので、N1 スターというのは、N は N1 であった、割って定義しますから、これ、210÷5 で42になります。で、次にやることは、その N1 スター42の逆元をですね、逆元、N1 イコール5を法とする N1 スターイコール42の逆元を求めます。で、これは、42と5を与えたその拡張ユークリッド互助法によって求めます。で、一応以下は拡張ユークリッド互助法に従って、R0、S0、T0 と R1、S1、T1 を与えまして、順番にこう剰余率を計算していくわけですね。ちょっと今は時間の都合でバーッと見てスキップしますので、必要な人は後でゆっくり復習してください。そうしますと、最終的に、この R の3が出たところで、この R3 が1っていうふうに出てきますから、その関係式を使うと、マイナス42のマイナス2倍に、5の17倍を加えると1になるということですので、これはからですね、マイナス2か、マイナス2がこの5を法とする42の逆元になるということが分かります。で、一応今回はですね、その逆元を正の値で表しておくことにしまして、マイナス2は3と合同ですから、3もそうすると42の5法と逆元になりますので、で、E1 はこの逆元に元の42をかけたものですから、3と42をかけて126というふうに出しておきます。まずここまでですか。で、次に E2 を出しますけれども、今度は N2 スターですね。N2 が今6ですので、N2 スターは N210 を6で割って35と出てきます。で、次に求めるのは、その N26 を法とする N2 スター35の逆元でして、で、これは35と6を与えた拡張ユークリッド互助法によって求まります。以下、実際にまたひたすら計算するわけですね。拡張ユークリッド互助法で乗列を計算しますと、この場合も R の3が1になりますので、ここで計算をやめまして、そうしますと、マイナス1がですね、この6を法とした35の逆元ということに出てきますので、で、これも逆元を正の値に直しますと、5がその
まあ、高度な逆転になるわけですね。で、最終的に E2 としては、5×35 で175というふうに出しておきます。で、最後にこの E3 の計算ですね。で、今度、法となる N3 は7ですので、N3 スターっていうのは210を7で割って30というふうに出てきます。で、ここではその N3、7を法とする N3 スター30の逆減を計算しますので、これは30と7を与えた拡張ゆっくりと誤助法の例によって計算をします。で、まあ、これも同じように常用列を計算していきますと、まあ、R の3を計算したところで、R の3として常用1が出てきますから、計算をやめまして、で、この場合には、そのマイナス3がですね、7を法とする30の逆減として計算されます。一応ここでもその逆減を正の値に直しますと4になりますので、まあ4が逆減だということで E3 としては 4×30 で120と起きます。で、以上 E1、E2、E3 が揃いましたので、それを使って A を計算します。で、 A は先ほど定理に出ましたように A1、E1 と A2、E2 と A3、E3 のまあ積の和なわけですね。で、それを計算しますと、1377と出てくるんですが、まあ、今回はその皮膚の最小の解を計算するということですので、法の N1、N2、N3 の積の210で割った常用、まあ、合同な数を取りまして、117というふうに出てきます。で、一応、検算しますと、117ですね。117を、まあ、5で割った、乗与が、まあ、2ですね。それから、ごめんなさい、5ではいいんですね。5で割った余りが2で、それから6で割った余りが3で、あと7で割った余りが5でできますので、まあ、求める例は117と結論付けることができます。と、まあ、これの説明もだいぶ、ちょっと早いので分かりにくい人もいるかと思いますが、この後のレポートでもう一回、今度は皆さんに問題解いてもらいますので、復習の機会があります。よろしいでしょうか。ということで、今日はちょっと短めでしたけれども、拡張ゆっくりと誤助法の応用としまして、その中国常用三法を紹介しました。で、これは、拡張ゆっくりと誤助法を用いた、その中国常用定理の、まあ、計算法ですので、一応、まあ、この授業の中でも主要なアルゴリズムの一つとして紹介したつもりですので、まあ、ぜひ、こう、理解してもらえればというふうに思います。あと、次回ですね、次回は、拡張ゆっくりと誤助法の応用がまたさらに続くんですけれども、今度は有理数の再構成というのをこう取り上げまして、その、ある、有理数を近似した、あるしかるべき有限桁の小数の近似に対して、その元の有理数を構成するというアルゴリズムを紹介したいと思います。今日はこのところですが、何か、質問やお気づきの点でございますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。